侵入者を殺すためにこの体で出張ってきたんだ。案内しろ。わかった。ペイン、あなたが駆けつけるまで私が相手しておくわ。殺せるならやってしまえ。カドン炎弾。ペインとは何者だ。先生には関係のないことよ。神からの命令よ、あなたを殺す。ガマユガム。他の二人は、ナガトとヤヒコはどうした。死んだという噂は嘘なんだろう。やはりの、ペインとはあいつらのうちのどちらかじゃの。あの時オロチマルの言う通りにしておけば、そう思っているのね。お前たちを殺しておけばよかったなんぞ、そんなことは思っとりゃあせん。悲しいだけじゃ。わしはお前たちに乱世を生き抜く術を教えた。間違いなくお前たちはわしの弟子だ。いかに世知辛い世の中とはいえ、挨拶もそこそこにわしに向かってくるとは、悲しすぎるのがとる。それが自分で考えた結論ですよ、ジライア先生。外見はだいぶ変わったが、その目、あの形状、あの波紋模様、信じられん。あの目、リンネガン。やはりお前がペインだったか、ナガト。正しい成長はしてないようだの。打ち寄せの術。神の術。こっちだ先生。それがお前の口寄せか。口寄せの術。ガキにガキ扱いされるとはの。そもそもわしももはや人ではないわい。怒りにあふれた血の涙。三人片手で千人に。妙木山のガマ妖怪、ジライア様と。自分は不器用なもんで。千人モードを使う。まさか。では。そのまさか、あの二大千人を口寄せする。消えおったか。厄介だの。狭い場所に誘い込むぞ。
挟まれてしまうた。くっ、またバレてるぞ。剣さんが動けないんではのう。二大仙人様を呼んどる暇はないか。お手上げじゃ。しかしよくもこんだけ増えたものよ。だが妖木山の大釜にかかりゃこれくらい人のみよ。ひとまず逃げたか。逃げとりゃせん。長門、まだ爪が甘いの。後ろを取られるとはな。お前も影分身か。そう、それだけじゃない。口寄せの術しか使ってこない。自分が戦うまでもないということか。ガマケンさん、もう大丈夫だ。あとはわしがやる。戻ってくれ。わかった、すまん。しかし小僧、お主は女子にモテんようになるようで、その体を嫌がっとったんじゃろうかね。そうも言ってられなくなりましての。何せ相手がリンネガンでして。リクドの目か。ほんまにおったんかいな、そんなんが。まあ、それなら仕方もなかろう。では、行きますぞ。見つけたで。早い。この子がこの予言の子だとはの。口寄せの術。今度は人間の口寄せか。お前は破滅をもたらすものだった。ならばここで倒すのが死の役目だろう。さて、そろそろわしの出番ですの。ここからは忍術を改め、戦術の後輩天外仰ぎ見る。地雷や豪傑、耳元でギャギャうるさいわい。今回は見え切りがことごとく邪魔されるの。何を。あー、耳元でギャギャうるさいのはどっちですかいの。やるな。小僧は油で父ちゃんはふわとんじゃ。はいよ。先方五右衛門、
千万。こいつ術のすべてを吸収しやがるのか。だからさっきも後ろが後ろを取ったで。先方を蹴鞠に千本。このまま戦闘に入ったらこの仙人モードでもまず殺される。ここまで強いとはのう。地雷だ、一旦引け。はい。パイプの中を通って逃げたか。なんで逃げるんだな。軸道を分析して策を立てるんじゃ。それには少し時間がいる。体術ならまず勝てませんの。かといって忍術も全て吸収されてしまう。体術も忍術もダメなら現実しかなかろうがな。うん。しかしわしは現実がからっきしですがの。いやじゃ、あたしはいやじゃけんの。やら何ですかの。母ちゃんよ、この戦いには世界の平和がかかっとる。わがまま言っとる場合か。いやな、何をそんなに嫌がってらっしゃるので。この年になって父ちゃんとデュエットやこうできるか。ここ恥ずかしい。翔ちゃん、この現実は強力だが、音を出した時点でこちらの居場所を知られるのが弱点じゃ。それに音と音の組み合わせ、つまりメロディーを聴かせて現状にはめるけど、効果が得られるまで少し時間がかかる。相手が現実にかかる前にこちらの居場所がバレて追いつかれたら確実に負けじゃ。どうした。お二人の命が危なくなったらすぐさま肩から消えてください。ん、そうはいかん。この戦いには忍びの世の行方がかかっとる。一つ案があります。一種の賭けですが、あの、それではお二方。ん、おなんだ。影ブレスか。カトン大炎弾、たったの一つ。こっちもかかったな。さらにこれで一対一。口寄せはさせん。私の体、本体は身動きできん。ジライア先生、あんたにこんな現実があったとはな。どんな奴が相手でも油断はするなと教えたはずだがの、ナガト。痛みで世界を導くより、痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げて欲しかった。少しの間だが、お前だと信じていた。さようならだ。終わったの。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。さてと。ペイン陸道、ここに見山。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。なぜ6人ものリンネガンが。神だ。
きなんだ。かっけ、ヤヒコ、なぜお前が長門の目を持っている。そんなことを知っても我々には勝てん。気配が消えた。胃液。螺旋丸。大丈夫か、小僧。なんとか。体が、チャクラが乱される。これか。ねえ。そうだ、思い出した。こいつは長戸なんかじゃない。どうした。この目の前の男、前に一度手合わせしたことがある。大釜仙人の予言に従って旅を始めたばかりの頃出会った風魔一族の男だ。頭と姉さんは今までのペインの情報とこのペインの死体を持って帰ってくだされ。そして綱手に。それは母ちゃんだけで十分じゃ。しかし晩飯までに戻りなさい。終わったらジライヤちゃんと一緒に飯を食いに帰る。やっぱりそうだ。全員わしの会ったことのある忍び。そうか、わかったぞ、ペインの正体。のどが。ジライヤちゃん、遅かったな、気づくのが。ダメだ、喉を潰されたか。くそ、これではダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか、失敗なのか。忍びは生き様ではなく死に様の世界。思い返せばわしの人生は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。今までの失敗をチャラにするような大きな偉業を成し遂げ、立派な忍びとして死ぬ、そのはずだった。そうだった、わしはあの子に。俺ってば木陰になる。そんでもってどの木陰をも超える木陰になるんだ。なると、思えばお前はあの小説の主人公通りだ。港と櫛名の思い、願いをちゃんと受け取っていた。それなのにわしは。先生だからこそです。本当の忍びの才能を持つ立派な忍者で、あなたほどの忍びはいませんからね。まっすぐ自分の言葉は曲げない。そしてどんな時も諦めない。それがお前の忍道なら。ナルトよ、わしはそのお前の師だ。弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の忍道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろう、ナルトよ。のうよし。諦めねえ。よし、確かに受け取ったんだ。ダイイングメッセージ、暗号化したか。ナルト、予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。